今から鯉のぼりの竿を立てようと思います。これがこの間竹林から切り出してきた竹竿です。子供たちと協力して鯉のぼりの竿を立てようと思います。立てる場所はここです。そこです。はい、この物干し台にくくりつけます。あそこです。おはい、今から竿を立てようと思います。竿はこの竹。目測で5メートルほど。5メートルの倍はあるから、いや、どんくらいかな、長さ。父さん、この竹長さどんくらい？どうだろう、12、3メートルあるかな。10メートル越してる。お父さん、その竹を、お着物だけ引っ張っている。さもなく登場、中村健信です。さもなく登場、中村健信です。ここに定点カメラを押しとく。おお、先っぽが近い。先っぽがめっちゃ近いですね。もう、持てそうだ。うん、持てる？ずー持てる。こっちは少し太めのロープ。竹竿をね、物干しに立てかけました。おお次は。竹竿が倒れていかないようにね、ちょっと。仮止めしておきます。仮止め、うん、じゃあ僕下行っとくね、うん、剣士さよなら、うん、ちょっと仮止めしておきます。剣士さよなら、まだ後で。もやい結び、はい、板の子がちょっと止めて、はい、これね、鯉のぼりの竿の頭の部分です。てっぺんの風車、はい、ここへ取り付けます。刺さったね。刺さった。刺してやるだけだったらね、危ないから。落っこちるね。ネジで止めないと。ネジ。あ。ネジの穴を開けるところ。だからこれを出したっていうわけか。うん、印をします。印。はい。つけたね。つ、うん、けたね。一度外します。印の跡がにちょっと白い丸がつきましたね。印の跡にこれ、こ、あ、見えにくいけど見えにくいな、こやさあ一体どのドリルなんでしょうか。去年はどれを使ったんだろう。これ太いですよ。これか、見せて。これだな、お前はこれや、これだな、うん、よし、はい、ドリルに刃を取り付けました。じゃーん、じゃーん、ちょっと触らないように触る。かっ、セットオン。青、もう一回スイッチオン。スピードアップ。大きい声、声じゃなくて音。まだ突き出ていない、頑張れ。その調子、その調子。お、貫通した。待って、うん、ちょっとこれだって、これやろ、どうだ？あ、穴見えない。お、あった。これがね、ホームセンターで見つけてきた鯉のぼり用のネジ。鯉のぼり用ってわけじゃないけど、ね、ってわけじゃないけど、ね、これが使えそうだなと思って。貫通。
とれ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 とだとだとるかとるかと頑張れ父さん負けんな父さん、あお風車邪魔だな。僕はこっち持つ。うん、マルト厄介でしょ。あ、どっ、うん、そうそう、だから、あー、風車にピント上がっちゃった。こっち、こっちを 取ったら、あ、出てくるとこ取るの、うん、こういう感じ取ったらいいや。おい、あ、出てきた。うん、まだまだまだ全然出てきた。ちなみに反対側はこう出てきたです。お、出てきました、出てきました、出てきました。ネジです、ネジ貸して、はい、ネジです、ネジは出てきました。おー、このネジは取れないように、うん、止めてんの。きつ締め、きつ締めしなきゃ、きつく締めなきゃ、け、うん、んちゃんがお父さんに甘えてる。ええやん、ええやん、そんなん。はい、じゃあけんちゃんこれ、はい、これ、これね、これ、これがあそこに、輪のとこにカチッて締めて、輪のところへ、これ、これよ、うん、これに、これをカチャッとやる、うん、ここへ止める、はい、おー、はい、セット。あ、惜しい。さあどうだ、かかるかー。風をできるだけ吹かないでくれ。止めといたろ、風が回らないように。それ、そのまま押し込んだらいい、そのまま普通にそのまま押し込めばええやん。見えない。うん、押せ、そのままこの手が邪魔なんだよ。そう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 、よし、できた。はい、うん、はい、6位で止めといて、はい、ほぼ垂直状態。おー、大丈夫、ロープが効いてるから大丈夫。うん、摩擦開始から2分が経っていますが、かゆもやかいやす。止まってると思うわ、それ。え、なに止まってなんかないよ。ほんと止まってないわ。動いてるの、うん、ちょっと失敗しちゃっただけで、うん、で、今は再開してるよ。止めてほしいときは言ってね。さん、はい、ガソリンでお得、電気でお得、小セルも選べる電気。お父さんを丸見えで映しております。お父さんは丸見えで映しております。うん、兄ちゃんスマホで見るとこんぐらいですよ。こっち来て見ろ見ろ、このスマホの撮影時の時のこの高さを見ていきな。え、ちょっと撮影お兄ちゃんに交代して、もうちょっと頑張ろう。え、はい、はい、
結んであります。次の段へ行こう。え、けんちゃん、そこ手離していいからね、これ受け取って。レディーセッツゴー。よっしゃ、そこだけ、そこだけでも受け取りたいのだ。ちょっとけんちゃん、けんちゃん、けんちゃん、ここに竹持っていて、こっち来て。 お兄ちゃんちょっとバックして。竹持つ、うん、またまた、うん、見えない。うん、上側での巻きももうすぐ終わります。あ、30秒。ここをくくったら終わりや。ここをくくったら本日の、うん、のメニュー終わり、うん、でも最後だから、せっかくだから終わったらちょっとね、こいのぼりを上げてみよう。すぐにしまうことになるけど、もう夕方だから。え、えもくん、え、どうだどうだ。え、これで最後やった。お、ここをギュッと締めて、もうすぐ完成。完成。はい、これで今年の鯉のぼりの竿が立ち上がりました。出来上がり。上の方まで写しといて。おお、よっしゃ。お、てっぺん回ってるね。じゃあ後片付けして鯉のぼり一遍上げてみよう。よっしゃ、ピン。ただいまより鯉のぼりを上げます。拍手はいらん。いいよ、拍手しても。せっかく苦労して差を立てたんだから。せやな、うん、よし。長くないか。変な声が録画に入るから、いらない。ボケとかツッコミとかいらないから。はーい、上だったっけ。え、どこどこ。飛行機だな。あった。低いね、結構。おい、神戸空港行く飛行機やな。どんどん上がっていく。上がった上がった上がった。残った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 。上がった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 。上がりきった。一番上まで上げるとね、あの矢車で鯉のぼりが傷つくから。いいね。いいね。よく巻いて止めておく。それはええ。よし、はい、鯉のぼり移しといて。いつかまで毎日鯉のぼりを上げ続けます。イエーイ。ほほー。やったー。